アルコ RS-2 は、車軸配置 BB の、ロードスイッチャータイプの電気式ディーゼル機関車である。製造期間は1946年10月から1950年2月に、かけて、アメリカンロコモティブで366両、カナダの子会社であるモントリオールロコモティブワークスで17両の、計383両が製造された。本形式は、GM、エンド、フェアバンクスモース、 ボールドウィンロコモティブワークスに対抗して製造された。1947年、フェアバンクスモースは1500馬力の H-15 から44を、また同年、ボールドウィンはやはり1500馬力の DRS-4 から4から1500をリリースしていた。搭載するエンジンは、アルコの4ボルト型12気筒、ストロークディーゼルエンジン244型で、出力は1500馬力である。 1950年2月以降に、アルコで製造された31両は、1600馬力に出力増強された。やがて、アルコ、フェアバンクスモース、ボールドウィンの各社もこれらの1500馬力の機関車を1600馬力に増強したものに発展させた。GM エンドのみは、1500馬力の GP7 を発展させた1700馬力の GP9 を1954年に、 完成させた。GP7 の製造量数が2729両に及んだのに対し、アルコの製造量数は、RS-2 が383両 RS-3 が1370両であった。フェアバンクスモースの H-15 から44は30両ボールドウィンの DRS-4 から4から1500は32両 その発展系の AS-16 は127両の製造に終わった。リオティントグループのケネコットカッパーコーポレーションにて使用されていた908号など3両がカリフォルニア州ポートラにあるウェスタンパシフィック鉄道博物館に保存されている。ありがとうございます。